人にあるくがにくがに。これは地下水ですか全部。そう。水おいしい。大体何度ぐらいですか年間。11度か12度。あ、結構低いですね。低い。だから夏はいい。水のあのペーハーとかは分かんないですか。強い。ん？まあ強い。7.8 か7.9 ぐらい。へえ。じゃあだいぶアルカリ性？アルカリイオン水だもん。でも別に下げなくても大丈夫ですか。7.5 ぐらいに育ちやすいですか、そっちの方が。もう8近いと大変。よく育つと思う。まあ本当だったら 7.5 ぐらいがベスト。まあベストね、これ見てほしくて。あ、そうですか。これ今クレソンの状況なんですけど、うん、これはもうなんか上に伸びていかないでこう密集してカーペットみたいになってくるんですよ。そういう時困るね。そういう時にあるよ、うん、でもここから全然伸びていかないんですよ、ね、でもそういう時もそのまま終わっちゃう場合ある。ああ、そういう時どうしたらいいですかね。諦める。一株の寿命ってどんなもんなんですかね、クレソンの。うわ、あれなんあそこなんかずっと家でもう同じ株、同じ株で食べてもまだ出てくる。うーん、かなり霜でやられてこうなっても次出てくる。何も植え替えなし。土も特に変えてないですか。変えてない。もみ殻がいいんだよ。だから俺一番最初の年3年ぐらいめっちゃできたんだけど、自慢の堆肥がもみ殻と鶏粉とこの蚊で素晴らしいね。それで菊作ってたんだよ。はいはい。それでやめるで全部その妥当して入れたじゃん。ダモンでできたよね。もみ殻がいい。もみ殻はなんでいいんですかね。SI ガラス、あのもみ殻の後ろがガラス質になってる。はあはあはあ。あれがいい。だからの農協っていうか肥料として計算カリっていうのがあるさ。はい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 。うん、それを散布してやるとまあ変なもの振るよりいいね。もうじゃあその植え始めてから、あ、このハウスも最初から結構うまく育ってました。最初はすごいうまくいった。でその時にバカだもんでさ、ダメになったりするでトラクターかけちゃったじゃん。ああ。それダメで悪かったよね。出すものを出しちゃうよかった。クレソンダメになったのを出せば、それをめんどくせえからみんななんか、あ、全部一回すき込んじゃった。うん、それが後で発酵してきて悪さしてずーっと苦労した。注文が来てもうなんだねえのかって感じ。へー、うん、これでよそをね買ったり、よその買っていろいろ日本中歩いて沖縄も見に行って、うーん、九州見て、九州も結構作ってる。で四国回って栃木、茨城、はいはい、あっちのずっと作ってんだよね。で売ってくれない人がほとんどだけど、いや安定したのは5年過ぎぐらいかな。ああ。で俺はあの畑の苗結構分けてくれっての来るよ。なかなかライバルだから。だからなかなか腹の探り合いみたいなね。そうですよね。なかなか俺みたいにこんなベラベラ喋る人は少ねえよ。うん、そうですよね。ピークは冬っすか、うん、一番伸びる。一番欲しい、みんなが欲しいのはクレジャン、クリスマスじゃん。あ、で、もう5月連休の頃には花だから、うまくないでくれそう。ああ、そっか。5月には花か。うん、花だから。だから、まあ、旬は9月、10月、今、うん、10月終わりから3月までね。その間は黙っててもできる。僕の最初のクレソンでやってるイケス、もう、初め1年目は、割と皮のやつを移して増やして、あの、さっきの見させてもらった畑みたいにもしゃ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 生えてたんですけど、そっから、やっぱ収穫量、出す量が増えて、伸びる期間と、あの、釣り合ってなくて。うんと、ベストだと1週間だよ。切って出して、切って出して、1週間で。ああ。だったら結構ずっと続きますか。ああ、じゃあ1週間は
条件が良けね。うーん、 できなくなればさっき言ったフリーズ状態になっちゃう。うん、そうするともう意固地になってるから半年も動かないといけない。一向に、うん、まだかよっつってさ、カジクってこんなの出したことあるよ。こんなのでさ、うん、10キロになったら大変地獄だよ。今もそんなんですよ、こっちも。そうだな。こっち塩害とかあったことないですか？ない。この間の沖縄台風6号あったじゃないですか。そっから塩害か分かんないですけど、もうどんどん減ってっちゃって、目が。ああ、それあるか分かんない。もう今ほぼ消えちゃったんですよ。株がもう全部なくなって、ほぼほぼ。うんうん、で、そっからどうしようって今なってるんですけど。出来がなんか困ってる時は、一番いいのは植え替えるのが一番いいと思うよ。夏はどうなりますか？減らないですか、うん、そんなに。結構出せるよ。温度が11度の分、ラッキー。気化熱っていうか、地からここの間は10度だら10度でいるじゃん。うん、クレソンは、ここは温室の中すごく暑いよ。30度ぐらいになっても。この間気化熱で10度、15度までいかないかな。うん、クレソン育つんで。へぇ。水温が11だから。そうか。一気になんかこう、あれで不作になった時とかってあります？全然取れない。もう、どっくにもない時？それはなんでなんですかね。なんでそうなっちゃったんですか？やっぱ虫が一番メインだな。ああの。要はさっき言ったようにクレソンって自分で根っこを張りすぎちゃうもんで、はいはい、他のやつ寄せ付けないっていうか、はい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 、で自分も出さがれちゃうで、それで苦しんで。うん、人も来させない分自分もか。ほいともう何しても良くならない。だからユンボでこうめくっちゃって、はい、新しい家出てきたら、それもよっぽど早いもん。あー、なるほど、ね。うん、苔、でもハウス内で出ないですか？出るよ。夏場とか。出ちゃう。苔っていうか、藻か、うん。で、水が少ないと思う。だからそれを分かったから、うん、今からやるのは、それ失敗しないように。だから、あえて今リセットしてる。綺麗に生えちゃって。あー、リセットして。うん、1年ほど、わざと草を出さして。うん。うん、何しろ、経験だよ。いろいろぶつかってみて、そうですね。5年10年はかかるよ。うん、そこでやめちゃう人もいますしね。やめる人もほとんど。うん、みんなね飛びつくよクレソンに、うん、最初できる 1,2 年は、でそれからできなくなってつまずいてやめちゃう、うん、だからもうクレソン売りますよって飛びついてくるよどこでも、うん、はい、ということで静岡の、クレソン研修終了しまして、佐藤農園さんの畑の場合はやっぱり水が豊富だったりとか、まあ水温が低かったりとか、やっぱり環境がいいって言ってしまえばそれまでなんですけども、佐藤さんにいただいたこうクレソンの情報だとか、クレソンの遮光に関して、勉強になったことはありましたね。あと害虫予防か、すごい参考になったので、この情報持ち帰って、まあどうにかこうクガニの環境で、沖縄っていう暑いところですけども、どうにかこう今までの僕らのクガニの経験と佐藤農園さんにいただいた情報と、組み合わせて、どうにかクレソンを絶対に成功させていきたいなと思います。まあ実際こう今まで 1,2 年台風が来るまではうまくいっていたので、また、クレソンが蘇る日をですね、まあ、願いつつどうにかクガニのクレソンをたくさんの人に食べてもらいたいなと思います。はい、ということで、クガニファームの道春でございました。ありがとうございました。君とみんなおいでよくがに。